っちを任せる。あ、行くよ。あ、決まった。お任せあれ。やっ。あっちちち。わっ。運を恨む。はぁ、あ、
かな。チュア、かき回してやる。誰かに見つけてほしくてずっと待ってたのかな。あ、何の話だ。戻ってクレーンを動かそう。列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられないか。捕まってたら危なかったのかな。捕まっいるのはあの子たちかも。その話はもう。帰れない原因、それだったら。よかった、動いたね。通れるようになったかな。行ってみよう。こんな時こそ集中。気負いすぎるな。さあ行くよ。負けたくない。ここは順調に。はいはい、下がって焦げて飛びかける。風を一気に叩き込む。行くよ。やったね。うん、早く外へ。これ…あの子…マリン…でね、黒い風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだよ。うん、わかった。それでね、昨日はベティがね、お父さんと、父ちゃん遅いね。そうだね、今日は帰ってこれないかも。
マリー、あのね、早く七番街に帰らないと。ティファ、平気か？うん、さあ、行こう。向こう側に行けるかな。蹴散らすぞ。邪魔はさせない。くらっ、そこ終わりだ。わかる。くらっ、仕掛けだ。まだまだ行くよ。急ぐぞ。そこ通して。やっ、また道が塞がれてる。あと少しのはずなのに。あ、ねえ、列車動かせないかな。調べてみよう。読みが当たったな。まだ動きそうだ。やったね。解放の緊急コールは覚えてない。おいおい、いつでも落とせるぞ。そうだな。おい、あんま飛ばしすぎんなよ。今やっちまったら元も子も。状況報告して、何か問題か。逆逆、やつら支柱と心中する気だぞ。と空気の収納機能か。公園部隊を加えて、役所は多い方が盛り上がるだろう。
役者ね。任務の完了報告を忘れるな。ディファン、計画は本当だったんだ。マレットたちが簡単にやられるはずがない。七番街はもうすぐ行こう。お願い、間に合って。ありがとう。行くぞ。
近いよ、急ごう。ああ、風に連れて行かれた子はね、ずーっと立志墓場をさまようんだって。君が守ってくれたの？行くぞ。